時刻は夜7時15分を回りました。皆さん1年ぶりです。こんばんは、 MC の袴田彩です。さあ始まりました、9回の裏トークショーのお時間です。この番組では SNS 上でバズった話題をランキング形式にしてお伝えしていきます。今回は開幕してから1ヶ月3月4月の話題をお送りしていきます。コメンテーターは去年と同じく里崎智也さんです。里崎さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、1年ぶりでございます。はい、1年ぶりに呼ばれましたけども、はい、他の月はどうなされてたんですか、ここまで。あ、この番組はですね、はい、今のところ特別番組で、はい、通して放送しておりまして、はい、1年に1回のペースですね。なので、あの里崎さんが前回出ていただいた以来になります。1年に1回なんですか、この番組。はい、しかも3月4月のバズったニュースをお届けする裏トークショー、はい、5月6月はないんですか。そうですね、まあやろうかなとも思ってはいたんですけれども、はい、ちょっとまあ都合上1年ぶりという形になります。あ、そうなんですね。じゃあ仮にやっぱ、はい、私もレギュラー番組が欲しいものですから、はい、せっかくここの席に座って1年ぶりのこの番組じゃないですか、はい、これを続けていくために必要なことってあるんですか。そうですね、まあ、それはやっぱりご覧になってくださっている方々の視聴回数にかかっております。視聴回数によって継続されるかどうかが決まるということなんでしょうかね。そうですね、ですので1年前は、まあ、あまり芳しくなかったかなというところでしょうかね。それは誰の問題なんですかね、はい、僕ですか、それとも MC ですかね。やはりみんなの問題でしょうかそうなんですかね。そういうことにしておきましょうか。まあ、この2022年はやっぱり限りなく続けていきたいですけども、あの月末、はい、まあ、今日5月1日ですけども、はい、まあ、月末終わってこの回が放送されなかった場合は、はい、もう打ち切りということでしょうか。そうですね、まあ、それかちょっと番組スタッフ側のテンションとかにもよるかもしれませんが、あ、まあ、この回数が、ね、再生回数が良かったら続くかなという、まあ、見立てでございます。そうなんですね、はい、じゃあそれでは今週もよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。さあそれでは第5位からバズったニュースを発表していきたいと思います。では発表いたします。第5位、ノンセンダー組大活躍、西川選手、太田大志選手が飛躍ということで、はいはい、そうですね、はい、まあ、開幕して1ヶ月、まあ、ノンテンダー組ね、うん、西川選手、太田選手どうなるのかっていうところで、もう西川選手ほぼほぼレギュラーですね。そうですね、もうほぼほぼレギュラーというよりもレギュラーの中でも大活躍ですね。なくてはならない存在に ね、 そうですね、ノンテンダーからのこの急浮上、はい、うん、しかも楽天現在首位、はい、今首位の原動力は、いや、まあ頑張ってますよみんな、間違いなく西川ですね。そうですね、だって打率も今リーグ2位のところにいるのでどうしたどうしたっていうね、はい、まあ、でもやっぱり良かったね、これはまあどこでも言って本人のためにね、うん、まあ、もちろんあのまま日本ハムにねいたら同じような活躍できなかったかもしれない、はい、うん、この楽天に移籍して心機一転、はい、新たな気持ちでトライしたことによってね、うん、この頑張りが結果に結びついたんで、はい、ひょっとしたらあのまま日本ハムにいたらひょっとしたら引退そのまま行ってたかも分からない中 で、はい、でしかもやっぱり楽天はね、うん、まあ、その足のある選手もいるけどその盗塁っていう実数に結びつかなかったところで、うん、西川が足も、はい、だ結構西川出て盗塁して浅村返すみたいな、はい、最近のこの4月月末の、うん、あのバッティングの流れ、うん、最高ですね。そうですね、しかも西川選手も走るし打率もあるんですけど、うん、ホームランも最近結構、ね、打ってね打ってくれてるの でしかも楽天は1番がね、はい、ちょっとなかなか決まらないで、うん、小深田とか、はい、あとあの山崎とか、はい、いろんな選手がね、うん、1番やったりしながら定着できなくて苦しかったところで、はい、西川がパンって1番ハマったから、はい、これは本当に塁出ますからね、大補強ですね、はい、そりゃ仙台空港のエスカレーター降りていくところのポスター、はい、壁一面大画面、はい、そりゃほぼ真ん中に陣取りますよね。そうですね、まあ、あれは開幕前に作られたんでしょうけれども、いい位置陣取ってましたね。ねえ、でもそれがね、はい、結果に出て非常にね、はい、うん、いい形で、はい、あと太田大志、そうですね、DeNA ね、はい、まあ、その前半ね、うん、開幕当初はまだそんなにいいでしたけど、うん、怪我人流出で、はい、あとコロナの離脱者流出で、うん、チャンス回ってきた時に、うん、もうホームランも打って、うん、ヒットも打って、うん、もう今スタメンですからね。そうですね、でもやっぱりここでチャンスをつかむぞっていうなんかその意気込みというか、うん、気持ちが伝わってきますよね。で逆に DeNA もね、うん、そういったところで、はい、
太田を取っといたことによって、ね、もし誰も怪我しなかった場合ね、はい、それはオースティン、ね、コアラとかサノとかうまい形で回ったけどやっぱ怪我してね空いたことによってのこの太田大志の今センターだからね、はい、入ることによっての活躍ぶりは、うん、チームとしても大きかったし本人もね、はい、よかったね、うん、本当にいい形でね本当にそうですよ。あと DeNA で言うとね、うん、藤田も楽天から来て、はい、いいところで打ったりしてね、ヒーローインタビュー呼ばれてまして、ね、だからそういった意味ではね、はい、まあ、怪我人出るっていうことはチームにとってはピンチだけど、うん、選手にとったらチャンスで、はい、そのチャンスを生かしきったっていうところでね、このベテラン勢、はい、ノンテンダー組非常にねいい活躍ですね。だからよかったね、ノンテンダーにしてくれてね、はい、であと秋吉はね、はい、多分独立リーグで頑張ってるはず。多分なんですか。私、はい、プロ野球専門、NPB 専門のコメンテーターでありまして、はい、ちょっと独立リーグまでは把握してるとですね、私個人的な YouTube をやってまして、そこでですね毎日全試合総チェックっていうのをやらせてもらってるんですけども、はい、独立リーグを見てたら、間違いなく死にますそうですね、はい、体調が一番ですから、はい、だから多分、はい、頑張ってるはずですね、はいはい、あとは視聴者の皆さんのコメント欄で確認したいですね、はい、はい、そうですね、皆さん情報もお待ちしております、うん、はい、それでは続いて第4位です。観客制限解除も動員数伸び悩むということで、なかなか球場のこの動員数が前にならないという、ね、そうですね、そのコロナ前のこの実数発表から考えると、はい、まあ、やっぱりちょっとあれ制限まだかけてるのかなっていうぐらいの時ありますよね、ありますね、感じ的にはね、でもまあ佐々木朗希投げたりとかした時はね、うん、満員になって、うん、だからたまにね球場によっても満員になる時ありますけども、はい、あれこの前袴田さん中日対広島でしたっけ。そうです、マツダスタジアム、はい、見に行かれましたけど、はい、どうでしたか球場は。でもあの試合は本当にチケットがほぼほぼ余ってないぐらいやっぱり埋まってましたね、うん、だそのなんか試合とかね、うん、週末とかカードによって埋まってるとこもあるけども、はい、全体的に見るとまだ若干まばらっていうかね、うん、なかなか平日もやっぱり埋まりにくいというところがありますね。そうですね、だからやっぱその原因としては、うん、まあ、今も現状そのコロナ陽性者全国で、まあ、3万人強ぐらい毎日出てますけど、はい、これ1週間でいくと約20万人なんですよね、はい、1ヶ月すると80万人、新規陽性者が80万人1ヶ月で出てるっていうところで、まあ、やっぱりその高齢者がやっぱなかなかね球場に足を運びにくいっていう、うん、まあ、だから今オミクロンっていうのもその若い人たちにはそんな、ね、症状影響少ないって言われますけど、やっぱり高齢者にとったらちょっと命の、ね、はい、危険もリスクもあるっていうふうに考えている方もいますし、僕専門家じゃないんで詳しいことは分かんないですけども、はい、まあ、そこでやっぱりねそのいっぱい人がいるっていうところに足を踏み入れるっていうところが、うん、まだやっぱりね一歩踏み出せないところが観客動員数が伸びてないところだと思うんですよ、はい、だからその平日とかね、うん、親はやっぱ仕事に行っててなかなか行けないところをおじいちゃんおばあちゃんがお孫さんを連れて球場に行くっていう姿も結構あったんですけど、うん、はい、そういうのがやっぱ少ないですもんね、うん、その年齢層が、はい、そういったところがやっぱりこの観客動員数の伸び悩みが続いてると思うんで、うん、まあ、これはまだちょっとやっぱコロナが収まらないと難しいかもわかんないですね。そうですね、うん、まあ、今本当にコロナってどこでいつかかるかってもう なんだろう自粛というか、うん、気をつけていてもかかる人はかかるじゃないですか。そうそうそう、で俺みたいに軽いのかと思ったら、はい、いきなり血中酸素濃度 85% になって、はい、後で言ったらそれもう溺れてる状態ですよって言って、なんで救急車呼ばなかったんですかって、いや、はい、そんな時に言ってほしかったと思って今呼ぶべきですよっていうね、はい、っていうところはもう苦しい時とかもあったんで、うん、まあ、そういった意味ではね、まあ、なかなか伸び悩みっていうのもあるけども、はい、この観客動員数が完全に回復してきた時にもう一つ起きる問題があるんですよ、はい、これ大きな問題がですね、はい、応援スタイルを今のままか昔に戻すかです。あー、どうなんでしょう、今はまあ声出しができない。今はね、これあと太鼓叩いてるとこあったりとかしますけど、はい、声出しダメだから、うん、そんなよほどラッパーもパラパラ言ってないし、うん、あの音響施設でね、はい、音響設備で応援をその録音したところを流すっていうところもありますけど、その球場全体がなんかね、お前が打たなきゃ誰が打つみたいなね、うん、声出したりとかするのも、はい、ないじゃないですか、はい、あのガリガリ君的な楽天のそうですね、ガリガリ君、ガリガリ君じゃなかったでしたっけ。ガリガリ君じゃないですね、あの牛タンパワーのですか、うん、牛タンパワーガリガリ君じゃないですか、ガリガリ君じゃないですか、はい、そうな、はい、知らないですか。知らん。あれはてて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 てれれれれれれてれれれれんってあるガリガリ君じゃないですか。ガリガリ君だと思ったんですか。はい、あれはヤン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 ヤギ山のっていう、うん、ベニーランドっていう遊園地の
曲なんですよ。ガーリガーリー君って最後言ってるじゃん。言ってないですよ。えスタミナ満点止められない、ガーリガ最後ガーリガーリー君でしょ。いや違う、そ止められないわ。ガーリガーリー、でも一緒に言うよじゃあせーの、ガーリガーリー君。一緒なんです、ね、音程は一緒なんですけれども、うん、あれはベニーランドの遊園地の CM ソングなんです、うん、はい、そうなんですか。ガリガリ君ではない。俺今の今までガリガリ君やと思ってたよ。違います。違うんですか。ゴー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 イーグルス、森の都の牛タンパワースタミナ満点、ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君じゃないの。違います。違うんですか。はい、はじめいい勉強になりました。はい、よかったでございます。よかったでございますだからまあそういうのもね、うん、だから今はメジャー形式で、はい、まあ、声出して応援できないっていうのがもうここ 2,3 年、はい、スタンダードになってるわけじゃないですか、うん、はい、でも昔で言えば、うん、じゃんじゃか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 じゃないですか、うん、応援が、はい、全部解禁になった時に、うん、どっちに進みますかっていう。そうですね、どうこの問題が必ず来ると思うんですよ、うん、はい、これになりすぎてるから、うん、慣れって人間怖いじゃないですか、はい、最初は応援ないの寂しいな、うん、からあれ応援ないと選手の声とかも聞こえたり、はい、結構打球音とか、うん、これはこれでなんか静かに見れていいな、はい、で何かあったら拍手して、うん、これはこれでいいなっていう人が多分増えてきてると思うんですよ、はい、ってなった時に元々った時にどっちに進むか、うん、はい、これ結構問題来ると思うんですよね。そうです。だって今違和感なく結構試合見れてるところあるんです、うん、で今の方式の方がいいっていう人も多分いると思うんですけど、うん、今までやってた中で、うん、メジャー形式がいいなって言っても変わんないじゃないですか、うん、はい、でもメジャー形式になっちゃって 2,3 年経っちゃったから、はい、もともとさなくてもいいんじゃないって言えるっすよね。そうですね、その人たちは、うん、でも応援したい人もいるじゃないですか、はい、結構選手としてはどっちの方がいいんでしょうね。やっぱり応援歌、自分の応援歌が聞こえるとこう気合が入るとかあるかもしれないじゃないですか、うん、どうですか、応援がやっぱり力になるって言うじゃないですか。でもそれが普通だからそうだけど、はい、今じゃあロッテで言えば、はい、佐々木朗希、はい、松川とか、はい、うん、小川福田とか、はい、高部とか、うん、多分応援されたことないよ。ここ 1,2 年の方はそうですね、うん、応援の声で応援されたことないですね。そう、そうやって応援歌があってとか、はい、応援されたこと、多分小深田とか、はい、もうそうだし、ないですね、うん、あの若い選手たちっていうのはないから、はい、うん、どっちがいいも悪いも分かんないよね。そうですね、逆にじゃあ応援が戻ったら、うん、うわ、なんかこうなんかいつもとリズム感違うってなる可能性もなくはないし、でも必ず起こると思うんですよ、はい、この議論が、うん、だから最悪半々ぐらいになる可能性あるね。はい、そうですね、応援できるで、うん、今は静かに見るでっていうのが普通に行われるような気がする。そうですね、どっちかにもう触れないと思う。あ、もしくはもうこれがスタンダードになっちゃうと、うん、はい、その力によって球団によって変わると思う、うん、あ、球団によって応援が OK なところと、応援なしのところとか、うん、逆に言うともう土日だけ応援 OK で、はい、もう平日は静かに見るとか、それもありえますね。逆に応援をしていいデーが決まると思う。あー、この日応援解禁で今までは静かにしてみるデー、メジャー形式の日作りましょうねだったんですけど、はい、応援していい日だけを作るっていう風な逆になる可能性ある、はい、あ、そうですね、うん、そうすると本当に今後応援もどうなっていくかっていうのはちょっと注目どころですね。それはちょっと今後注目どころですね、はい、はい、見ていきたいと思います、はいはい、それでは続いて第3位です。 WBC に向け若手選手が躍動ね、まあ、予定では2023年、はい、まあ、来年の、ね、3月に WBC があるっていうような、ね、はい、計画になってますけども、はい、まあ、昨年ね、東京オリンピック行われて金メダル、はい、今年開幕早々若手躍動、はい、ひょっとしたら選手が大シャッフルされるかもかですね。じゃかなり入れ替わる可能性が、あの近場で言うと、はい、ロッテ佐々木朗希ね、うん、あと巨人とかでも赤星、はい、大勢、ねうん、とかっていう選手も出てきますし、はい、最近だとソフトバンク野村とかね、はい、足もあるし、最近ねよく打ってます、守備もマルチポジションでいろいろ守れるっていうね、はい、あと広島坂倉、うん、キャッチャーもできて野手も守れるとか、ユーティリティ性を買われる可能性もありますし、これちょっと、ね、しかも WBC、はい、メジャー参加 OK、うん、大谷ダルビッシュ、マエケン、筒香、はい、鈴木誠也、うわ、そこみんな来てくださるんですかね。まあ、そこはちょっとチームの、ね、はい、状況あるけども、う
大シャッフル、はい、大谷とかだったら投げるの制限あるけど打つのはいいですよみたいな、うん、でしかもダブルあのメジャーでもピッチャー投げて DH 入ってもその後ずっと DH で入れるからっていうのもあったのね、はい、まあ、ピッチャー大谷、はい、キャッチャー、まあ、今の感じでいけば甲斐とか木下とかね、まあ、そうですね、うん、ライト鈴木誠也、はい、でレフトが DH 筒子、はい、村上、うん、とか岡本とか、はい、わお、あれちょっともう日本がやっぱりメジャー選手が入ってくることによってかなり入れ替わる可能性もね全然あるし、しかもその中で今日本球界も若手がすごいね、はい、で宮城とかもそうだし、はい、あの昨年ね新庄取っなかったけど、まあ、取ったけど堂林、はい、あ栗林とか林、あと、まあ、中野伊藤大海とか、はい、そういったね昨年のルーキー2年目の選手たちも含めて若手と、はい、ちょっと、はい、メジャー組、うん、大シャッフル、はい、可能性あるね。ありえますね。ベンチングメンバーは変わらないんですよ、人数は。人数は変わるです。オリンピックは少ないんで、はい、多分WBC だと30人とか28人とか、はい、それぐらいの登録になると思うんで、2人からも6人ぐらいは増えると思うんですよ、はい、6人前後ぐらいは増えると思うんで、はい、そういったところでは、はい、ちょっとワオーな、まあ、そこもちょっと注目ですね。うん、うん、びっくり選出ももしかしたらあるかもしれないですし、サプライズ、はい、マーキーみたいな、はい、マーキーも選ばれるかもね。でもね、いやあるんじゃないですか。うん、でまあマーキーもファーストもできるしね、はい、セカンドはまあ激戦区だけど、うん、そういったところではね、はい、ちょっとこの今若手がね、はい、どの球団も結構頑張ってるから面白いね。1年目2年目あたりの選手というのがね。でもこれ4月だから、はい、ここから5月6月、はい、相手に研究されて疲れも出てきた中、うん、どこまで頑張れるか、はい、勝負だね。隅田とかね、はい、もうそうだけど、うん、面白い、はい、はい、注目していきましょう、はい。それでは第2位に参りましょう。阪神、開幕からまさかの大失速、はい、ということで、いやこれはちょっとびっくりでしたね。うーん、優勝予想をしている解説者の人も、はい、結構多かった中で、はい、いきなりの大型連敗スタートで、はい、やっぱりでもこの要因はね、はい、やっぱり野手の外国人、まあ、マルテが故障で抜けて、まあ、ロハスがパッとせず、はい、っていうちょっと大山里輝が打たないと厳しいなみたいなね。でもこう試合展開的にはねそんな悪くわけじゃないの。この投打の噛み合わせ、はい、打ったら取られる、うん、抑えたら取れないみたいなね。だからまあ開幕戦の、まあ、ケラーの、はい、あの逆転っていうのはね、ちょっと流れをちょっといきなり潰したかなっていうところはあるけども、はい、まあこれはちょっとね、うん、今年のプロ野球12球団の中で一番びっくりポイントだね。まあ、でもそんな全くどうにもなんないっていうところもないけども、うん、やっぱりこの里出る大山が打てなきゃきついっていうところでね、はい、うん、あと青柳のコロナ感染で開幕投手、ね、離脱っていうのも大きかったし、うん、やっぱ後ろの、ね、ケラーがパッとしないから後ろのこの全体的にもバランスがぐしゃーって崩れちゃったね、はい、でも青柳投手がやっぱり戻ってきて、うん、連敗ストッパーって言われてますけれども、ちょっとこうでも状態は少しずつ上がってきてますでしょうか。微妙だね。ですか、大量得点した次の日に、はい、石川に完璧に抑えられて1対0、はい、次の日、大量得点みたいな、うん、この噛み合わせがうまく合致するとね、はい、いい形なんだけども、まあ、ここからね、はい、でも、ね、勝負はまだ先なんだよ、はい、交流戦なんだよ、交流戦っていうのはあの最大18ゲームを逆転できるから、はい、この交流戦が、まあ、現実的には貯金8ぐらいで乗り切れるんだけど、はい、ここをうまく乗り切れれば、うん、一気に A クラス入りも可能だから、はい、まあ、昔で言うと近場で言うとね DeNA がラミちゃん監督の時に6位から入って交流戦で一気にね、はい、上上がってきて結果的に2位っていうところにもなったし、2007年かな、あれ日本ハムがあの交流戦入るまで B クラスだったのに交流戦で13連勝して一気に優勝っていうところに行ったから、はい、交流戦でうまく立て直せればもう全然まだ巻き返しできるのよ。そうですね、だから、ま、勝負は交流戦で一気にどんでん返しできるから、でも今の状況で交流戦やられちゃったら、はい、もうジエンド、ジエンド、ジエンド、はい、ジエンドということで、はい、そうです。だからまあ、ね、でもまあ交流戦までね、はい、まだうまく立て直していきたいんで、ここがまだ本当大逆転あるんで、はい、まあ、交流戦勝負ですね。そうですね、今年虎年ですから、そうですね、もっと虎のいいところを見せていただきたい、うん、ちょっとまだ寝てるね。寝てますか。いやーちょっと猫科ですからね、うん、はい、それでは流行る第1位をお伝えしたいと思います。うん、ロッテ佐々木朗希投手完全試合達成。いやーすごかったですね。28年ぶりの、俺は佐々木朗希にお礼を言いたい、はい、佐々木仕事が増えたよ、サンキュ
相当忙しそうですもんね。いやー本当にね、もうすごいびっくりするぐらい増えちゃって、はい、あれじゃないですか、里崎さんと牧原さんは相当お仕事を受けた、ね、そうかもわかんないですね、本当にね、はい、里崎需要に乗っかって、はい、たくさんの仕事で、もう断ってたからね、断るぐらいかぶって無理だからっていうね、ところで断るぐらい来てたんで、はい、ありがたいですね。そうですね。でも完全試合ね、28年ぶり、はい、すごかったっすね。もうなんかドキドキして最後の方をチェックしてましたよ、うんうん、ちょうど袴田さんとね、はい、一緒に横須賀からのイベント終わりの帰り際でね、はい、完全試合してる、まだ完全試合だよ、落ちてね、はい、はい、ね、里崎さん、ちょっとお疲れでちょっと寝つつ、里崎さん、もうちょっとですよ、いやもうあんなもう 2days 3公演だからね、あれは一番疲れてる時でしたね、もう最高に疲れてる時だから、もうそんな人の完全試合にほーみたいな、もうしんどくてもう体もだるいし、だって2日で6時間以上喋ってんだよ。そうですね。で家帰ってそこから取材だったから、はい、うん、もう1回試合見直して、はい、で見て仕事したけども、はい、でもすごかったね、しかも次の日も次の週も8回まで完全、ね、うん、でもあれね、うん、メディア間違ってるのよ、はい、完全試合マジかってよく言ってるけど、はい、勝ってないんだからマジかじゃないのよ。完全試合っていうのはノーヒット、うん、無四球、うん、でエラーもなし、はい、出塁もなしで、うん、勝利投手だから そうですね、が完全試合だから、はい、うん、これ勝利投手になってないから、うん、あれあのまま投げてても目前じゃないんだよ、どうせ9回でも点取られてないから、はい、うん、初戦9回かん、ノーヒットで交代っていうだけで、うん、はい、目前じゃない、あれちょっとメディア間違えてる、今回ちょっと取り上げられてましたけど、結構忘れ去られてる西口投手も、そう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 、元々ね9回完全試合は成し遂げてはいたんですね、けど、うん、成し遂げてないよ、打ってくれてないからね、成し遂げ打ってないから延長になっちゃったんですよね、うん、で負けちゃってね、はい、あれはなかなかね、はい、きつかったけどね、はい、でも素晴らしいものがね、うん、見えてね、本当です、うん、まあ今後もね、うん、まあ、どこまで成長していくのか面白いし、はい、まあね、さっきのね3位の WBC の話じゃないけど、うん、メジャーに行ってね、はい、メジャーで活躍したらどうなるのかね、うん、まあでもこれまだ体が完全じゃないからね、はい、WBC 行くのかどうかっていうね、あとボールも変わるから、うん、はい、肩肘負担結構あるからね、そうか、そこが慣れるのかどうかの不安はあるけども、はい、まあまあ楽しみだね、なんかいずれやっぱり2試合連続完全試合とかしてくれるんじゃないかなっていう、もう期待感が、うん、だってもう1本打っただけで、はい、この前の試合をオリックスの時も、はい、その後試合後の取材を受けたけども、はい、今日何がダメだったんですか、ん、別にダメじゃないんじゃないって、はい、打たれヒット打たれただけダメってハードル高すぎるわってヒット打たれてニュースになりますもんね、うん、5回2失って上等やないかみたいな、はい、どこが悪かったんですか、何がダメだったんですか、いやよくダメじゃないけどねって、うん、ただ相手が対象対応してきただけで、でもそれでも5回2失点だから、はい、相手も対策立ってきましたからねって、まあ、立ててきたけど別に攻略はしてないからねっていうね、はい、2点しか取れてないからね、はい、でもそれぐらいね、うん、まあ、みんなの、ね、注目を浴びてっていうところではね、まあ、いい傾向ですね、はい、でもまあいろんなねおかげで仕事も増えてね、はい、ロッテの露出も増えて、はい、これはもう1位でしょ、そうですね、まあ、もう今までの中でかなりの話題性というか、ね、うん、そうですね、注目度だったと思います、うん、はい、はい、ということで、はい、ランキング5位からお送りしてきましたけれども、今回の放送いかがでしたでしょうか。いや完璧ですけども、はい、これが続くかどうかがね、はい、一番気になりますけども、ええ、まさか、うん、また2023年の1年後とかじゃないですよね。それは、まあ、ご覧になってくださってる皆さん次第というところになりますね。あ、視聴回数ですか、うん、視聴回数でございます。ちなみにどれぐらい必要なんですか。やっぱりハードルは10万再生でしょうか。あ、10万ですか、はい、じゃあ10万再生された場合は、はい、また5月末日にこの裏トークショー、はいはい、5月編が呼ばれるってことで認識でいいですか。そうですね、里崎さん的には10万再生でこうどうですか、いいですか。うん、そうですね、まあ、最低限というところですよね。そこをね、クリアしないといけないんで、ね、はい、まあ、あとはじゃあもう皆さん次第ですって感じですかね。そういう感じでいきましょうか。そうですね、はい、まあ、もし見たいね、5月も見たいよっていう方はですね、はい、1人で1万回押してくれたりね、いろんなところで宣伝してもらってね、はい、達成お待ちしてます、はいはい、ということで、9回の裏トークショー今日はこのあたりでお別れです。では里崎さん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。